宗男さんもね結構すごいですよ怒ると、今はないけども昔のね本当に全盛期は議員会館の廊下で正座してる官僚とかいましたから、見たことあります。今見たらそんな風に見えなかったですね。いやいや宗男さんは怖かったですよ。ちょっとまあ今だったらパワハラって言われちゃうかもしれない。じゃあ二階さんはこわもてじゃないですよとおっしゃるのは、俺はこわもてだよっていうこともあるんですかね。そういう自負もあるんじゃないかと。そんなもんじゃないよと。